確かにハルクはめちゃくちゃだし、悪いことも平気である。でもそれはドラゴンマークに潰されないため。たとえ会社のためだとしても絶対に間違っています。ガクさんやさくらさんたちが一生懸命取り込もうとしてる仕事を捨て駒に使うだなんて。ちょ待ってって。一番最低なのは僕なんだ。まさかガクさんも知ってたんですか？そうじゃない。でも反対できなかった。ダメだって言えなかった。ハル君とぶつかりたくない。ただそれだけで。それならガクさんの代わりに私がハルさんを怒ります。みんな一緒に頑張っている仲間ですから。待ってって。あのリンリンさんの言う通り、僕らは仲間だからこそ揉めてほしくないんだ。ハル君とリンリンさんも。じゃあどうするんです？僕は僕なりの方法でやる。ハル君の計画から外れたゲーム事業でとんでもないゲームを作ってみせる。これが僕のハル君との喧嘩の仕方。